皆様こんばんは。本日はワールドチャンピオンシップ2022プレインステージ Day2 の模様をお送りいたします。実況するのはサイズです。解説にはレバロさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、まずはレバロさん、昨日から始まりましたけども、 Day1 振り返っていかがでした？そうですね、まあいろいろあった一日だったと。まあそして LGL のファンとしてはやはり、まあ、フォーカスミーが本来のパフォーマンスを全く発揮できなかったというところが、うん、やはり強烈に印象に残ってしまいますよね。そういう意味で、まあ昨日から経って、まあ、どこまでこうメンタル的に、立ち直ることができているのかというのが個人的には非常に気になるということと、あと、まあ、ドラフトチャンピオンのピックというところでいうと予想以上に MF のパフォーマンスがいい、はい、というところがかなり意外ですね。そして MF とカイサがボットのメタとなるとサポートのピックはタンクサポートがメインになってくるのかなというところで、ちょっとボットの予想が、まあ、事前の予想と全く変わってくるので、そういったところで非常に楽しみですね。まあその上で本日の Day2 の対戦スケジュールまずは見ていきたいと思いますが、こちらです。出ますか？はい、というわけで本日デトネーションフォーカスミの試合はこの後すぐ、まずはゲーム1のフナティック戦、そして8時からですね、8時予定からゲーム4、チーフス e スポーツクラブ戦と、なっております。まずはデトネーションフォーカスミのこの2試合、やはりまあ強敵フナティックに対してどこまで戦えるのかというところが非常に重要になってきます。特にヒューマノイドとヒューマノイドのレーニング、そして、うん、まあ、合流したアプセットヒーさんのボットデュオのコンビ、この2つのレーンに対してどこまで準備できているのかというところが大きな鍵を握っていると思いますね。あのアップセットが7年ぶり6年ぶりでしたかね、あのダメージパーミニッツの LEC 記録を更新したということで、1位も2位もアップセットが、はい、保持してますね。1800でしたかね、確かゼリーで出してましたね、はい、1800オーバーということでね、ちょっとやはり怖い、うん、ヒリさん合流もありますし、あとはどうですか、他の試合で気になる試合あったりしますか？そうですね、やはりそのマッドライオンズ VS ロイヤルネバーギブアップ、ここがプール1同士の、まあ、その前の DRX VS サイゴンバッファローもそうですね、うん、ここの2つの試合というのは非常に楽しみですね。なるほど、今日はデトネーションフォーカスミ2試合ありますし、あとはあの隔離もね、どうやら無事なくなったと、うん、そうですね、今日はまあ全ての選手全てのチームが陰性だったと、うん、いうことのようなので、全員ステージ上でプレーされるということのようですね、はい、なのでまあ選手たちの表情を見ながら、あとはまああの試合前のサムズアップ相当やってましたけど、やってましたね、まあ、そういったところでこう自分の気分を盛り上げていって、うん、実際のインゲームのところのパフォーマンスにつなげていってほしいなと思いますね。このフナティック戦に勝てると本当にグループステージ突破の、うん、まあ、大きな希望になるわけですけれども、うん、強いですからねフナティック。昨日の段階でサポートの天使がサブでもうそれでも強かったのと、うん、他のチームにはないそのグレープスの使い方をしていたというところもありますから、やはり強さプラス戦略的な幅の広さを持っているチームだというのは間違いないので、そこにどこまで対抗できるかというところは非常にまあワクワクする部分でもありますよね。さあ、それでは皆さんもこの後ぜひですね、SNS の方でもハッシュタグ DFM ウィンと、つけて選手たちにね、ぜひぜひ皆様、メッセージの方を届けていただければなと思います。さあ、それではもう間もなくで、Day2 開幕です。My journey to Worlds, I think we were against the wall many times, but we pushed through and we are here right now. El gran viaje de Worlds comienza aquí, en Ciudad de México. やっぱりそれは自分の力がどれぐらい他の地域に通用するのかっていうのが本当に楽しみですよね。去年プレイン突破したんで、今回も突破します。Fnatic can make it out of plans for sure. Pretty easy, to be honest. Eu quero mudar essa história, quero mudar essa mentalidade que todos têm no Brasil.
e mostrar que a gente pode sim ser uma região forte. Tá na hora de despertar o sonho brasileiro. I think from MSI improved from every single aspect. MSI was just the warm up. Now it's time for the real show. I think we went to the world championship. 就是一开始大家都觉得就是会比较没有那么困难吧，然后到后面就一波三折的也面临了很多问题嘛，但最后结果也是不错的。I'm really motivated to prove that we are worthy of the world stage. I'm familiar with worlds at this point, so we will make it to groups. 在之前在 LPL 打得更好，然后保持好自己的状态，就面对谁都是 OK 的。I'm proud to be one of the fourth European teams to make it into Worlds. It's my chance and I have to like now do the best. Don't ever see it so皆様こんばんは。ワールドチャンピオンシップ2022、ワールドチャンピオンシップ2022プレインステージデイ2、実況は私アイツ、そして解説ねはレバルさんでお送りいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、まずはゲームはフナティック VS デトネーションホーカスミ、こちらの試合の模様をお送りいたします。ブルーサイドフナティック、レッドサイドデトネーションホーカスミ、パッチ 12.18 グローバル版はウディアとなっております。まあ、やっぱりキーポイントとしてはミッドレーンとボットレーン、強力なキャリーラインに対してどこまで対抗できるのかというところがポイントになってくると思います。一番怖いのは、まあ、アプセットヒーさんのこのボットデュオのコンビ、非常にアグレッシブ、ヨーロッパでもナンバーワンクラスのボットの強さを持っていますから、このアグレッシブな動きに対してどこまでこう勝ちにいけるのかといったところが非常に重要だと思います。今の、まあ、メーター、まあ、昨日の1日を振り返ってみると、やはりボットの主導権を握ってからそのアドバンテージを生かしてヘラルドのコントロール、ドラゴンのコントロールとつなげていく形というのが、まあ、かなり主流になっている。なのでボットレーンは勝つのが前提なのかなというような動きが本当に多くありましたから、ボットレーンのところマッチアップのアドバンテージをしっかりと作っていくというところは行っていきたいところですね。特にミスフォーチュン取ったチームは先手取って動いていくっていうのが本当多かったですね。そうですね、ミスフォーチュンの場合のみサポートにアリスタのような連戦の、まあ、連戦で力はなかなか発揮しづらい、うん、いわゆる弱いと言われるサポートを置いたとしても主導権を取れるというところになっていますから、やはり AD キャリーとサポートの組み合わせというのはかなり重要なポイントになっていると思いますね。そしてあのデイワン見て、あのチャンピオンの評価とこのチャンピオン高いんじゃないかっていうのあったりしましたか？意外だったのが、まあ、ノーチラスよりもアリスタの方が評価が上だったというところが個人的には意外でしたね。あとはやはりその、まあ、ジャングルのヘカリム・グレイブスがかなり評価が高いので、うん、そこどうなるのかというのは見ものですが、早速その2体がバンになりましたね。ヘカリム・グレイブスファーストバンからドラフトスタートです。まあ、やっぱり選手の表情がドラフト中に見れるというのはいいものです。そうですね、あとはやはりいいプレーをして、会場の観客の皆さんをなんか味方につけてほしいんですよね。ああ、明かり番、そしてカリスタ番、
明かりの評価ちょっと上がってきそうですね。そうですね、まあ、若干の、まあ、ダメージ面とかのバフではないですけど、トゥルーサイトが手に入るというバフが手に入ったというところもありますし、まあ、そのミッドレーンのピックのところで、まあ、天敵はルブランだと思うんですけど、ルブランに対しても十分としっかりとファームできていましたから、それを考えると明かりのティアはかなり高くなりそう。加えてセジュアニの評価が高いというのが大きいですよね。確かにセジュアニと、まあ、メレーチャンピオンを組み合わせるというところは少数戦本当に強力になりますからね。さあそしてケイトリン・バン、ミス・フォーチュン、あとエイトロックス、この辺りはティアが高いチャンピオン。あとは、あ、全部エリーキャリー。おー、3番ドレイブンまでバンしました。ファーストピック即ロックフナティック、エイトロックスです。かなり、まあ、自信を持っていますよね。ワンダ選手も得意なチャンピオンになっていますからね。このエイトロックスに対しての、まあ、カウンターピックというのを準備しているというのは間違いないと思います。それが一体になるの何になるのか、ジャックス、フィオラ、ケネンあたりがパッと思いつくところでいうと候補になってきますかね。トランドルから行きました。まあ、ラドック選手の、まあ、得意チャンピオンというところもありますから、うん、取り上げというのもありますね。お、セカンドにビクター。ここも昨日非常にヒューマノイド選手のパフォーマンスが良かったチャンピオンを取り上げるという形になっています。デイワンかなりフナティックに研究を入れたということのようです。それに対してのリーシン、リーシン・ルブランかなりレーンが強くなりました。ファナティック少数戦も非常に強力な3体を抑えていますから、トップサイドでのファイトというところがかなり見えてきますね。そしてミス・フォーチュン、これでボットレーンのところで主導権を取れる形になりそうです。ここで、まあ、バン候補としてはミス・フォーチュンに対してキルポテンシャルを持っているカイサというところがまずは候補に上がってきますかね。ケイトリン消えてますし、他ミスポーチに対して勝ちに行けるピックとなると トリスターナ、まあ、その2体ですかね、カイサ・トリスターナ。あー、ただヒリさんといえばパイク、まあ、やっぱボトルにキルレーンに持ち込まれることをかなり嫌ってますね。まあ、フナティックからするとアムームあたりは警戒対象になってきますかね。あ、トップセジャーには警戒、セジュアニ確かにここまでピックされなかった。まあ、エイトロックスとのセジュアニってワンチャンスはあるみたいな。そうですね。で、なおかつ、まあ、セジュアニトランドルのラインで戦われると、エイトロックスリーシンでもちょっと価値を望みづらいと、うん、いうところもありそうですね。あ、さらにはノーチラス、本当にボットレーンのエンゲージチャンピオンを嫌ってますが、特にやはりヒリーさんを警戒してますね。ただ、まあ、ブラウムでエンゲージするプレイヤーですからね。そうですね。ただ、まあ、ノーチラスでエンゲージされるよりもブラウムでエンゲージされた方がまだマシであるのは間違いないですからここはまあ、ボットの安定感を手に入れるというところで言うというかなり有用なピックになるのかなという感じはしますね。さあそしてラストバンにユミ、ピックフェーズ2懸念です。まあ、エイトロックスに懸念、まあ、有利が取りやすいマッチアップになってますね。シミスフォーチュンとの相性もいい、ビクターとも相性がいいですから、集団戦におけるダメージというところが軸になってますね。ハープのサポートが一体何になるのかというのがちょっと楽しみです。ここは連戦に振り切ってもいいですし、集団戦に振り切ってもいいですし、うん、まあ、相手のボットのピックを見て切り替えていくと。まあ、そして出てきますよね、カイサー。ただ組み合わせるチャンピオンというところで言うと、おお、マオカイ。なるほど、サポートマオカイになりそうです。フォートマーカイ相手だと、まあ、モルガナがカウンターとしてはパッと思いつくポイントになりますね。お、ただ強気に行けますか。これ連戦のところで勝ちに行くというよりは集団戦のエンゲージになりますね。さあレオナ、アムム、あとレルなんかもかなりミスフォーチュンと相性いいんですが、アリスターに変えました。あと、まあ、レオナの場合だと、まあ、連戦の 2v2 だけを考えたらですね、マオカイに飛び込んだときにマオカイに9で弾かれてしまって、トレード負けてしまうんですよね。そこも考えて、まあ、レオナ攻撃に行けないだろうと。一方でアリサの場合だと、まあ、同じように WQ のところで9で反応されてしまう可能性もあるんですけど、マオカイに W で入られたとしても、そして、まあ、アルティメットのところを受けたとしても、まあ、アリサはアルティメットで返せるので、まあ、ディフェンシブ性能が非常に高いというところでアリサを選んだような感じがしますね。
さあ構成は出揃いましたがレゴロさん、まずはデトネーションをかすみ、どのレーンが重要ですか？やはりミッドボットは変わりなくとても重要ですね。特にミッドレーンが、まあ、この場合だととても重要になっていると思います。マッチアップ的にはそのルブラン・リーシンのプレッシャーというのをビクターでカバーしなければならないと。トランドルがミッドのところのカバーに入れるかというと、ルブラン相手にトランドルが仕事できる可能性は非常に低いので、基本的にはビクター単独でハロン選手が単独でカバーするということになります。ここが耐えきれると非常にグエム全体としてはフォーカス面やりやすくなりますね。ということはミッド周辺の、まあ、視界管理、あとは、まあ、ヤハロンのレーンコントロール、この2つがかなり重要であると。そうなってきます。その上で、まあ、トランドルが敵のリーシンに対してワンボヤンを挑んでいくという形が作れるとベストですね。トランドルはやはりワンボヤンがとても強いですから、リーシンに対して体を当てていって、リーシンのガンクプレッシャー、少数性のプレッシャーというのはまあ、あらかじめ抑え込んでおくというところが狙いになると思います。だからこそラゾークのスタート位置というのはなんか確定させたいような気もしますよね。そうですね、確定させたいですが、そこ入っていくところをどうするのかはちょっと難しいポイントでありますね。魔王界が対象スネアですから。そうなんですよね。あと内行置かれてても邪魔ですよ。そう、どちらかを取られても嫌ですよね。そう考えると入るのはちょっと厳しそうな、まあ、チャンピオンマッチアップになってるでしょうか。あ、エイトラ懸念は懸念が有利は取りやすい。そうですね、取りやすいマッチアップになっていると思いますね。やはりそのまあエイトロックスが QW からのスキルコンボを決めてきたというところに対して、まあ、懸念は移動速度の増加があるので、一度 CC を食らっても W のレンジから外れることができるというところが非常に大きいと思いますね。あ、でもやはり入るのをちょっと警戒しているような動きにも見えます。さあ始まりました、ワールド2022プレインステージデイ2ゲーム1、フラティック VS デトネーションフォーカスミの試合スタートです。さあまずはルーン・キンストン、ヤハナ選手は、おー、エアリーオートアタックできるという判断ですかのようですね。水星の方が良かった。いや、ここはまあヤハナ選手の判断なので、うん、どちらがいいとかというのは一概にはなかなか言えないんですが、かなりこうちょっと強気だなという印象はありますね。なるほどなるほど。そして、まあ、死なないためのルーンの選択になってますね。ボーンプレート、そして調整長と、連戦のところで倒されないし、後半になってもルブランにバーストされないようなルーンの組み合わせをしていると。に対してワード選手は水星、エビ選手はエアリーと、まあ予想通りのまたルーンの選択にはなってますね。さあただジャングルスタートはお互い隠してのスタートとなりますが、まあリーシュしたのがこれ分かりそうな、予測できそうなちょっと動きにも見えます。そうですね。お、スティール選手がポーション1つスタート、そしてコントロールワードをミッドに置いてますね。ええ、まあ、でもこういうところからですよね。そうですね、やはりミッドレーンのところで視界管理をしながら、まあ、安定感を手に入れていきたいと、うん、アリスターはどうしても、まあ、レベル1はやれることが少ないと。まあ、レベル1のところはかなり懸念、かなりアドバンテージ握っていますから、これどれだけ有利作れるかですね。さあボットレーンでは2レベル同士、ただちょっとゾーニングされてますか。リーシンがレベル2ボ、レベル3でボットガンク狙ってくるというところもちょっと可能性としては考えて、あまり体力を減らされないようにしてますね。ただラゾークはミッドのコントロールワードに引っかかりました。これで映っていますか。誘った。さあ誘って、ヒーさんのアフターショック、さらにはイグナイトも入っている。これはユタポンのオートアタック、オートアタック、ファーストブラッド獲得、デタネーションオカスミ。ハープがどのように誘ったかはちょっと最初からは映っていませんでしたが、ファーストブラッドはデタネーションオカスミです。ミッドのところで一方でラゾーク選手がガンクして、ヤハロン選手のフラッシュ奪いましたね。やはりファナティックとしてはミッド勝たせる動きというところを徹底していくのは間違いないと。ラゾークそのままボットレインへ、強勝はユタポン、ボディブロックしました。わざと受けましたね。さあこれでボットレインをリセットしてリコールができますが、まあ、アップセットからすればボディブロックですよね。さあリプレイ、わざと、ああなるほど、
ヒーさんに仕掛けてスキルがなくなった、そしてヒーさんからするとアリさんのスキルがなくなったので仕掛けられるというところで W 打ったんですが、ハープ選手が後方にフラッシュすることによって引き込んだと、見事な駆け引きでしたね。さあまずはファーストダウンと乗っていきたいですね。そうですね、ボットの主導権というのを生かしながらボットサイド側の視界のコントロールを取っていきたいですね。ヤハノ選手からすると、まあ、せめてそのボットサイド側の視界のエールだけでも作ってくれれば、リシのガンクルートというのを一方向に限定できますから、まずはそこを包括ミートとしてはしっかりと作っていきたいですね。その上でトップレーンもマッチアップ上エビが有利のであれば、エビがずっとこのワンダーを抑えることに成功すれば、まあ、両サイドかなりプレッシャー落ちますから。そうですね、お強気にコントロールワードを殴りにいっています。そこにスティール、ボットにスノーボールさせる動き、考えてますが、手前のワードは置かれてるの、これ気づいてますか。そのようですね。カバーだけしてリコールに入りました。確かにプルウェーブ、ラゾークもう一度ミッドレーン、ヤハロンフラッシュがない時間です。警戒したい。フラッシンからのチェーン当てているヒューマノイド、それに合わせての強襲表明撃、グラビティフィールドでただダメージをカットしました。ヤハロン素晴らしいですね。ポーションのスタック残りは一つありますから、ヒューマノイドのフラッシュがない、ディストーションチェーン、エーテルチェーン弾けましたがダメージは足りない。ここはプッシュ補充したいですね。ヒューマノイドの体力も低い、ラゾークも寄ってきます。互いにミッドのプッシュをしてリコールさせたいという動き。いや、ここはジャングラーのカバー入らずに2回のガンクさばけたというのは非常に大きいですね。開幕のコントロールワードもちょっと効いてますか。効いてますね。あ、そして、おっとエビソロキル、エビソロキル、おエビソロキルです。ワンダーをソロキルしました。今レベル6になる前にソロキルしましたね。いや、6レベル、いや、アルティメット使ってないですから。あ、本当ですね。ソロキルで経験値のレベル6になりましたね。なるほど、フラッシュがクールダウンなのでお互いフラッシュを使ってのキルとなりました。いやー、今現地では多分リプレイ班が急いで準備してくれてるんでしょうが、本当はラウド戦こういうことをやりたかったんでしょうね。だと思いますね。リプレイです。ワンダーがこれ懸念のオートアタックの回数のチェックミスりましたね。なるほど。なのでパッシブ付きのオートアタックもう1回遅れると判断して不用意にウェーブクリアしてしまいましたね。ただあのウェーブでリセットしないとワンダーも厳しいですもんね。そうですね。ただやっぱ倒されるよりかはマシというのはありますからね。Pさんがカバー入ってくる後方にしっかりとラゾークもカバー入ってますね。まあ、ここのところの視界の管理というところフォーカスミームを勝負していきたいですね。さあエテルチェイン、ヒューマノイド、スティールのカバー、ヒリさんを狙いに行く、ハープが寄って WQ ノックアップが入る。ヒリさんはダブルをミニオンに使ってうまく逃げました。ただミッド周辺有利なのはデトネーションフォーカスミー、ユタボンも隠れて寄っているぞ。ラゾークはブリンクアウトです。トップレーンのエビ、今度はワンダーがやり返そうとしてますが1レベル有利がありますエビ。いや、ただやっぱり今のところフルコンボ食らってしまうといかな有利なマッチアップと言え厳しくなりますね。エーテルチェイン強襲強鳴撃、タワースタースネアまで入ってヒリさんのキルになりました。我慢してたんですがヤハロンここでガンクを食らいます。これはまあヒューマノイドのセットアップが見事と言おうかないですね。そのままレッドバフのカウンタージャングル、やはりそのヒューマノイドの個人技の高さが FM にとって最大の障壁になりそうですね。まだ狙っているぞヒューマノイド。なんとかスティールはここでウェーブを止めたいと。このおかげでかなり楽になりましたね。ヒューマノイドのマナもないですし、 CS のディナイというのがこれでできますね。ヒューマノイドが戻るタイミングではウェーブを仕切ることができますから、その間にドラゴンマリの視界の管理で、もしくはヘラルドマリの視界の管理というところにつなげていきたいですね。あとは、まあ、フォーカスミーとしてはここからどう考えるかです。ボットのところをゆっくりとウェーブ溜めながら、ミスフォーチュンがここから動けるような形にしていますから、まあ、やはりこの流れでヘラルドに、有利をつなげていくという形にしそうですね。
ミッドプッシュ、そしてリクターヘラルドへという動き。エタポンは姿を晒していません。かなり気を使いましたか今。そうですね、かなり気を使いましたね。これでおっとそのままボットサイドへという動き。これは気づけないでしょうラゾーク。竜の怒りでユタポンを飛ばしてワードブリンクアウトですが、ユタポンフラッシュイン追撃、ユタポン2キル目。ハープ選手素晴らしいですね、そしてなんといってもやはり事前のところでユタポン選手が体を隠したというのが非常に大きかったですね。ボットのウェーブ溜める動きからボット押し込んでいって、そしてミッドレーンもースティール選手がカバーしたことによってゆっくりとしたプッシュウェーブになったと。それを生かしたヘラルドへの流れ見事に生かしましたね。リフトヘラルド行っただろうって思いますよね。思いますね。ただそれをやはり目視させないということが、まあ、どれほど重要かというのが今のプレーに影響しますね。これちょっとヤハノ選手早めにマーキュリー変えたいですね。ずっとちょっと苦しめられていますから、フラッシュがただ上がってはいるので、今リコールしていますヤハノ。これでヘラルドを、まあ、基本的にはまあ、どこに使ってもいいですが、ドラゴン取るためにボットレーン使うという手はあると思いますね。ミッドレーンボットレーン使うとマーキリーではなくロストチャプター優先ですヤハノ。さあハープ裏へヘックスフラッシュがあります。ここでヤハノ選手がウェーブを崩しに来るところをヒューマノイド選手は必ず狙ってくるだろうという判断ですね。ただヒューマノイドはグラビティフィールドディストーション使わせた。ただアルティメットの再演でもう一度ディストーション。今のところいいベイトでしたが、ただこれによってしっかりとシーズン取れてますからね。ボットレーンのところもプレーブになっている状況でアリスター離れていますから、あまり様子はないですが、ただ駆け引きのところでそのヒリさんがどこに動いているのかというのをかなり意識して動いています、それによってボットレーンや、ユタポン選手が孤立する時間が長いのでウェーブ触れない時間が生まれてしまっていて、それが CS さんにつながってますね。トップレーンを狙っているラゾーク、ただエビが仕掛けて大撃の大嵐、ワンダーフラッシュアウト、ピラーで止める。いやーしっかりガン決まりました。ラゾークがそこに来ている、ヒューマノイドも来ている。これはワードで気づいていますが、竜の怒りから巨匠共鳴撃、フラッシュアウト、タワー下へ。いやースタンでさばいた、2キル獲得、デトネーション大かずみ。いや素晴らしい。いやワードジャンプでダブル使わされてましたから対応が全くできなかったですね、またナイスボディーブロックからのエビ選手の冷静なスキルマッチでしたね。竜の怒りでドックアップダメージ入ってれば危なかったですけど、危なかったですけどしっかりと避けてましたね、ミッドレーンのタワープレートがヤハロンに入っています。ヒューマノイズ選手にもタワープレート入ってますが、ここのトレードでいうともう間違いなくフォーカスミサイルが勝っていると。これワンダー選手は先に仕掛けてリーシンとルブランが来る前のところのセットアップを狙ったわけですけど、しっかりとスティー選手がここでカウンターが入っていたというところが本当に大きかったですね。ミッドとウェブの防御、ミッドとボットのウェブの状況的に、まあ、来るとしたらトップだろうと、判断をあらかじめできていたというのが本当に素晴らしいですね。乗ってきましたか。観客を乗らせてますね、さあリフトヘラルドまではあと4分の1時間が残ってはいますが、ハープヘクスフラッシュで入っています。ワンダーがミッドレインへ、そのままヒューマノイドはトップレーンにいます。これ状況的にはボットに流れていってボットでヘルドを使うという流れもあったと思うんですが、ボットに流れる、ただちょっと時間的にもうミッドで優勝した方がいいような状況にはなってますね。そうですね、しかもワードに移りましたからかなり警戒していますフナティック。あでもボットで出そうというコールがあったようですね。となると1からまたウェーブ作り直すということになりますから、少し難しくはなりそうですね。それが分かっているかヒリさん。映っていないぞハーブ。ノックアップやはり9で返していきますヒリさん。アルティメット裏からユタポンです。スローになった。これはダメージが足ります。スティールのキルです。赤トリンケットでポジションを把握して、そしてハープ選手が WQ で仕掛けて、ヒリさんの Q を使わせてからのスタート見事ですね、リクトヘラルドが使えなかった。いや使いましたか。ギリギリドラゴンに触ろうか悩んでたんですけど、ドラゴン触るとリクトヘラルドが使えませんから。そしてトップレーンヒューマノイド VS エビ。やはりヒューマノイドは気をつけなくてはいけない。これでエイトロックスが後ろから入ってきていることは分かってないですね。リクトヘラルドアタックは入ったようです。ボットサイド
ただユタポンにキル入ったか。さあワンダーエビこれをさばきました、さばきました。いやついたか、飛んでこなかった、危なかった。いやー怖い。いやただやっぱりちょっとヒューマノイドが怖すぎますね。この状況でもゲームを動かしてきますね。結構そのルブランからするとマオカイやリーシーのバックアップがない状況になってるんですけど、テレポートでトップサイドに入ります。早めにあとはデゾネーションをかすみ、ちょっとドラゴン意識していきたいですか。そうですね、ただ全体的なゴールドアドバンテージであったり、その少数戦といったところをうまくかわせてずっと有利作れていますから、焦らずにオブジェクトアドバンテージを重ねていくことが重要になってますね。オーシャンドレイクに触っています。ここまでのところちょっと CS を丁寧に取るということを少し、まあ、放棄しつつ少数戦を作られないことを優先してますから、この流れをどこまで、まあ、継続できるかですね。さあドラゴン獲得、デトネーションをかすみ、ファーストドレイクはオーシャンドレイクです。トップサイドにフナティックはかなり人数を集めています。エビを狙っている。エビはただそれに気づいてもう下がっています。警戒できています。ボットタワーを取りに行っているのはデトネーションをかすみ。ここからボットのセカンドタワーまでアプローチするかどうかですね。ミッドにただ集まってるんですよね。エビ選手がここで前に出て相手のプレッシャー引きつけましたね。さあラゾークがそれを狙っている。ワードプリンクフラッシュはまだエビありません。タワーから確実にという動き、リュウの怒りから雷撃の大嵐。どうだ、ヒューマノイドに対してのダメージは足りません。ガンク成功、キルはヒューマノイドへ。ただここはかなりその引きつけるための動きでしたね。代わりにミッドのアウタータワーを取りました。デトネーションかすみ、ここはトレードとしては非常に難しい判断です。難しい、生き残っていれば完全にデトネーションかすみが上回ったと言えるようなトレードになったんですが、ルフランに1キル入ったというところがどこまで影響するのかというところですね。ただミッドのファーストタワーを獲得したという点は非常に大きいですね。これによって視界の管理といったところも非常に楽になりましたから、ローテーションのところでフナティックに対して追いつける、もしくは先んじれるという可能性が高まりましたからね。さあそしてリフトヘラルドに触っています。ただヒルさん相当強気に前に出てきました。ここは一旦リセットです。懸念のアルティメットがないというのがバレていますから、そしてビクタンボテンにいますしね。ヒューマノイド、ここはハープのカバーです。タワー下まで下がってはいますが、それでも体力を削ってくるのはフナティック。いやーハープヒヤッとした。いやとんでもない。リフトヘラルドやっててくれた方がよっぽど気が楽だったと。そうでしたね、まあ、このところはキル取られてないですし、落ち着いてファームをしつつドラゴンファイトにどうつなげていくかですね、うん、特にやはりエビ選手のアルティメット落としにかかる動きというのを絶対継続していきます。懸念のアルティメットがあるかないかというところは集団戦の結果に大きく影響しますから、フナティックは絶対に集団戦始まる1分前にエビ選手に仕掛けて、うん、アルティメットを使わせて、そこから集団戦スタートするというのは絶対継続しますから、ここをフォーカスミーとしてはどうカバーしていくのかというところを考えなければなりませんね。まあ、それができるのがヒューマノイドのルブランですからね。そうですね、ヒューマノイドも単独でもう狙いそうな状況になってますからね。さあやはりトップサイドエビを狙いに行きます。ここはスタンでうまく返しました。これはかなり有利を作ったと言えるんじゃないでしょうか。素晴らしいですね、今のところのダメージのトレード勝ったことによってフォーカスミーサイドの方がここから有利にローテーションできます。ミッドのプッシュから動いていってどこの有利を作りに行くかですが、トップのファーストは取りに行きますかね。早めにゲームを動かしていきたいところですが、現在の個人金額ではユタポンが一番お金を持っていると。セカンドエッセンスリーバー、ヤハロンを狙いに行っています。フナティックカバーに走っているのはデトネーションオカスミ。さあこのハープはただ視界に捉えました。フナティックオースティールまで降りてきています。これでタワーは守りつつという形になってますが、この前のところのミッドの先にプッシュした後の動きでトップサイド側の視界を取りに行った、というところをうまく生かされてしまって、逆にボットレーンでプレッシャーかけられてしまいましたね。さあそして一人でスティールがミッドのタワーにいるところをダイブされる。いやーこれはアップセットのキルかラゾークのキルになりました。ただ返しエビがテレポートで寄ってきていました。シャットダウンはヤハロンへ。11トレード
もう1キル狙いたいところですが、ここは届きません。うまく返したとはいえど、先手を常に取り続けているのはフナティックでしょうか。そうなってますね。おっと、ただヒリさんが帰ろうとしているところ、ちょっとここはまあ深追いはできないですね。奥の視界がないですし、そして次のドラゴンファイトの時に懸念のアルティメットがない状況を作られてしまいましたね。あー、なるほど、これも使わせた動きなわけですか、フナティックからすると。そうですね、ただまあシャットダウンゴールがビクターに入りましたから、フォーカスミーとしても決して悪い動きではないですね。さあ、エビアルティメットがない、ここはフラッシュが落ちます。エビ選手がまあスキル使ったのを確認してから仕掛けてきましたからね。リフトヘラルドでミッドタワーを取りに来ています、フナティック。いやー、やはり先手のアクションが中盤から常に先手を取ってくるのはフナティックです。そのままドラゴンのポジションへという動き、ここはフォーカスミーとしてはドラゴンを渡す判断 になりそうですね。取らなくていい、そうですね、まあ、2つ目のドラゴンですし、リフトヘラルドアタックはただ阻止しました。お、ここ入っていきますか。さあ、戦いに行っている。ただ苗木がちょっと邪魔か、テレポートテレポート、大地の捕獲、それを見てからのハープの仕掛け、ドラゴンはこれはフナティック獲得。バレットタイムは竜の怒りのノックアップで止まりました。さあ 5v5、 ワールドエンダーを使ってワンダーは逃げます。逃げるルートにここに、タワーはないので、フナティックとしては、エビ選手のアルティメット上がりましたから、ここ仕掛けどころですね。フラッシュはないんですが、エビ見ているか、まだチェイスしていくデトネーションをかすみ。さあ、ピラーでヒューマノイドを狙いましたが、ヒューマノイドのフラッシュがダウン。いやー、これはスティール、ナイスプレー。ここでプレッシャーかけるだけに切り替えていってますね、ハープ選手が。ワンダーが戻ってくるところをエビの方向に飛ばす。エビ雷撃の嵐をここで使いました。なくなったと見てフナティック判定、2キル獲得。フナティックちょっとずれたか、デトネーションをかすみ。ずれましたね。いやー、ラゾークが裏に回っているところをスティールが捉えています。ダブルがないので、そうですね、ここは捉えることができました。ヤハロンのキルです。んー、ちょっともったいないシーンでしたね。そうですね、ハープとしては、ま、スキル取りに行けるという判断で仕掛けたわけですが、バラバラですもんね、ここ。バラバラでしたね、ビクターボットプッシュしてますからね。全体のポジションが見えない中で仕掛けてしまいましたね。ニキルが、ルブラント8得点入りましたか。はい、まあ、ただビクターが育っているというところありますから、落ち着いてプレーすればまだイーブの状況になっているのは間違いないですね。ここよくカバーしましたね、本当スティール、まあ、見事ですね。ああ、ラゾックとしてもうまくいってないなというのはありますよね。テンポを全くつかめてないですね。いや、でもそれはあのデトネーションかすみもちょっとなんか見てて思うところありますよ。でもちょっとズレがありますよね。ソロキルしたんですが、気づけば経験値差が発生、美の方が1レベル低いという状況です。これトップのファーストターとボトムのファーストターのトレードにしていきたいですね。いや、ただワンダ譲りません。取れませんか。ここ戦うのを避けましたね、フォーカスミ。こうなるとクナティックがマップテンポは握ったという状況になりますか。なりますね。ミッドのタワーもデトネーションフォーカスミあと少しでもうほとんど体力がないというようなタワー状況になっています。ミッドの主導権取り切れているわけではないですけど、ユタポン選手が、まあ、ミスフォーチュンの移動速度の速さを生かしてロームでプレッシャーかけていっていますね。ただアップセットはそれについていかず、かなりこうミッドプッシュしてからっていうのを意識しているようなプレーが続いてるんですよね。徹底してますね。フォーカスミーとしては同数で戦うというよりも1人多い状況で常に戦いたいという意識が働いているようですから、ちょっと動き回る時間というのが増えてきていると、どうやったらデトネーションオーカスミが先手で何かあのアクションを取れるんですか。やはりそのミッドのプッシュというのはまずはしっかりと行いたいですよね。タワーアドバンテージをミッドで握ってますからね。ここでウェーブを押し付けると、そしてここで押し付けている間に
視界の管理をまずはしっかりと行う。でここからもう一度トップに行くのではなくて、今一度ミッドのプッシュに切り替えていって、で次のアクションで、こう何か仕掛けていくと。ヘビが狙われている。インセックからヒューマノイド、綺麗に決まります、フナティック。いや、あそこでファームするのは決しあのかなり安全なはずなんですけどね。コントロールワードがただあったんですよね、見えていました。これ反対サイドでフナティックプレイしましたから、トップサイド側の視界アドバンテージというのを作りながらターンを取っていくと。ワードがちょっと壊せてないの気になりますが、タワーゴールド優先、ドラゴンは渡す動き、トップのセカンドタワー取りに行く動きですね。ミッドのアウターをフナティックは狙っています。さあ確実にこのインナータワーを壊しに行こうという動きなんですが、タワーダイブ、テレポートでの反転、いや1キル獲得フナティック、デドネーションおかすみもテレポートを、ただ2キル獲得フナティック、テレポート先 AB を待っていたかのような動き、雷撃の嵐からのバレットタイム、1キルは返しましたがダブルキル獲得しているのはアップセット、横からラゾーク、ユタポンが狙われている、フラッシュアウトはしましたがチェインはステップで避ける、ただラゾークが横からプレッシャー、最後のキルはヒューマノイドに入りました。これバロンに行かれてしまいますか。4キル獲得はフナティック、スティールなんとか時間を稼いではいますが、ここでデッドエース獲得フナティックです。やっぱりローテーションする最中での視界の管理というところ消しきれてなかったというか非常に大きかったですね。それによってフナティックは、まあ、ドラゴンとトップのセカンドターン取れるではなくて仕掛けることができるという判断に切り替えられましたからね。さあバロン獲得フナティックです。一気にゴールド差が広がりました。トップのセカンドターンを支持する上でギリギリ、まあ、ヒデさん映り切らなかったというところでしたね。これで懸念へのフォーカス、アップセットとヒューマンライダーダメージ食らないようなポジションを取ってますからね。ここは、まあ、やっぱりトップのセカンドが CG中に仕掛けられてしまったというところが非常に痛かったのと、あとは育っていたビクターが真っ先に倒されてしまったというところが本当に痛かったですね。ヒューマンライダーちょっともうとんでもないことになっています。チームファイトダメージ、ユタポンが4700ダメージ出してはいるんですが、ワンダーも4000ダメージオーバー。そうですね、ヤハロン、エビのダメージが本当に低いと。真っ先に倒されてしまいましたからね。かなりダメージによったビルドをヤハロン選手していますから、まあ、どこまで集団戦で彼がダメージを出せるのかというところはかなり鍵を握ってますね。普段だとああいったローテーションのところでワードを壊すんですが、やっぱりフナティック の、 そのローテーションの速さを体感してなんでしょうか、ワード壊してる時間がないというようなちょっと動きが多々見られます。見られますね。スピードについていくためにワードを破壊して時間がないとこういう形がまあ非常に多くなってしまっていると。とはいえ、はい、その集団戦のところで懸念ビクターミスフォーチュン、集団戦の AOE ダメージが重なれば1万ゴールド差でも逆転できる、そういった構成になっていますから、まずは冷静にここでバロンバフが消えるのを我慢しつつ隙をついていくというところを狙っていきたいですね。さあそのバロンバフあと1分で終わりますが、フナティックただミッドレーン申し上げています、2レーンプッシュです。そのままワンダーがトップサイドへ 5v4 のダイブを狙っている。さあ裏からラゾーク、ユタポンに蹴られた、ユタポン全く身動きできず、エビはイグゾーストもらいながらの雷撃の大嵐ですが、ここアップセットも倒されません。2キル獲得はフナティックです。アープも倒されて3キル獲得フナティック。いやー、まあミニオンの使い方がやっぱりうまかったですね、ラゾーク。チャンピオンに球を打つのではなくミニオンに球を打つことによって確実に距離が近づけるような隙の使い方しましたね。ヒューマノイドチェインも当てている、スティールに巨匠、ヒューマノイドが強すぎる。カオスストームでいいダメージが出ているのはヤハロン。
もう1キロ欲しい。デスリーはあー、ここはキリさんは時間を稼ぐ動きです。これで3キル取りました。デトネーションオカスミ、やはり、まあ、矢原選手、あ、2キルですね、失礼。矢原選手が集団戦に参加できると非常に大きいと、はい、ここで矢原選手ミッドラインにいるというのが見えてから仕掛けてますからね。そして真っ先にディーラーのユダポン選手から落としていくと、アプセット選手 もう懸念が近くにいるというのを分かった上で、未装置を倒すことを優先してアルティメット打ってますからね、フォーカスが本当にしっかりしてますね。さあ、そのままボットプッシュ、フナティック自分たちのゲーム展開握ってから一気にゴールドを広げていっています。9000ゴールド差、おチャンス、ワンダーを狙いに行く、テレポートを使った後4人で囲んでいる。これは1キル獲得、デトネーションオカスミ。こういったところで細かく相手のミスを拾いながらゲームのテンポというのを取り返していきたいですね、ビルド的にはやはり矢原選手とユタポン選手も揃っていますから、いかにこう相手のテンポを崩しながらオブジェクト前に安全にポジションを取れるかどうかというところが重要になってきますね。デスキャップももうできています。あの、ただヒューマノイドの装備がちょっと、バンシーまで入りました、ダークシール10スタック、はい、おー、そしてアップセットシミター完成。なるほど、 CC 会場移動速度アップ、さらには魔法防御もついていると。このデテンションフォーカスミーの構成を相手にヒリさん、イーブンシュラウドなんですね。かなり今大会このアイテムの評価が高いですね。実際バフ受けましたよね。でもさすがにこの構成だとソラリが欲しいような印象はあるんですが、まあなんといっても懸念のあとは、まあ、ビクターのですか、 AOE ダメージのカウンターアイテムですから。わお、わ、ディバインサンダラービルドとはいえただトランドルなんですが、ちょっともう、まあ、かなり前からですがルブランダメージが全く耐えられなくなってますね。ヌルマジックマントをちょっと購入はしてはいるんですけれども、それでもいいダメージが出ています。もう一度、さあミッド CG フナティック、デゾネーションをフォーカスにはエンゲージを狙っている。集まってきたらスーッと下がりました、フナティック。ここからまあドラゴンに切り替えていく、フォーカスミーとしてはドラゴンを渡してインヒビターの復活までちょっと時間を稼ぐという形になりそうですね。その辺とにかくファームしてレベル差といったところを詰めていきたいと、あとはエビ選手にもう少しファームさせてもいいのかなという感じがしますけどね。そうですね、レベルが14とかなり遅れてますから。グループアップしている回数がこれは多いということですか。そうなりますね。あとはまあルブランからかなりプッシャーを受けていた時間が長かったというところもありますね。ああ、確かに。さあバロンに触りました。そしてヒューマノイドのポークを生かす構成です、フノディック。それに対してのデトネーションをカスミ、バロンを狙いに行っていますが、ラゾーク竜の怒りで蹴っ飛ばしてからのバロン獲得をフノディック。そしてヒリさんが入ってくるバレットタイムは、いや、これは当たっていないか。ストップウォッチでの対応、そしてヤハロンはギリギリ体力が低いので、ね、あー下がっていきますが、アップセットのスキルショット、そしてキラーボイドでバックラインへ。その間にエビが浮いていたので、そのエビを倒し 1,2,3,4 とキルを重ねていくのはフナティック。トリプルキル獲得したのはアップセット、最後残ったウタパンを倒してエース獲得、フナティックです。ゲームエンドでしょう、勝利したのはフナティックとなりました。ヒューマノイドがちょっと強すぎますね連戦から、そして中盤のローテーションのところでずっとプレッシャーかけてきましたね。フィリさん、ラゾークの2人のプレッシャーに関してはある程度緩和しつつ、しかもその途中のところで捕まえて自分たちの有利につなげるところまで持っていくことはできたんですが、ヒューマノイドのルブランを全く捕まえられなかったですね。結構序盤はゲーム展開握ったかなと思ったんですが、ただやっぱりそのローテーションのところでの差というところが明確に出ていましたね。フナティックの場合だとプッシュした後にサイドレーン出た時に視界のアドバンテージを取りつつ何かしらのアクションをしてゴールドアドバンテージにつなげることができるんですが、デトネーションフォーカスミンがそこで
アドバンテージが取りきれないというところで、そのトレードのところが細かく細かくフナティック有利になっていったというところが非常に大きかったと思いますね。仕掛けきれなかったとかもありますし、あとは視界管理のところでやっぱり相手のローテーション速度に追いつくためにどうしてもワードを消し切る動きというのを行いきれなかったというところが大きかったかなと思いますね。トップのインナータワーのところではちょっとコーチ陣の表情というのが、まあ、ピックアップされてましたけど、もうカズータは頭抱えてましたね。まあ、本来 の, そのスピード感であれば、LGL のスピード感であれば、あそこはもっと丁寧に視界を管理していたというのは間違いないと思うんですよね。ただやはり相手がフナティックであるということを考えたときに、プレッシャーからどうしてもあそこのところでスキップしてしまったというところだと思いますし、あとはずっとヒューマノイドが強かった。そうですね、間違いなくその彼にその懸念を抑え込まれてしまって、本来のその懸念のテレポートからの集団戦のエンゲージとかそういったところをさせてもらえなかったですよね。常にオブジェクトが湧く 1,2 分前にエビ選手にヒューマノイドが仕掛けてアルティメット使わせる、体力を削る、といったところずっとプレイされていて、それに対するフォーカスミーの回答がなかったというところが痛かったと思いますね。さあというわけで、まあ、悔しいですけれども、本日はデイ2ということで、続きましてのゲーム2となります。イブリジーニアス VS ラウドとなりますが、ここで一度インターバルです。それでは一旦失礼いたします。